Radio Style Lifestyle Music 929。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。横浜と湘南、茅ヶ崎をベースに活動するサチモスのキーボード、たい平です。東海ラジオ蔦屋ライフスタイルミュージック929。この番組はラジオを聴いてくれているそこのあなたのライフスタイルをいつもより楽しくするために、毎週水曜日は横浜と湘南、茅ヶ崎をベースに活動する俺たちサチモスがセレクトする音楽をお届けしていくミュージックプログラムです。今夜は先週に引き続きこの男に来てもらってます。はい、どうも、ボーカルのヨンスです。あ、どうもこんにちは。今日はスタジオに来ていただいてありがとうございます。よろしくお願いしますね。はい、ヨンス君、今日ちょっと緊張してるみたいだけど、はい、そんな硬くなる必要ないから、ちょっとまだ慣れてなくて、はい、楽しんでいこうよ。あ、頼もしいです、一緒に頑張っていこうね、はい、1時間、はい、じゃあ皆さんも楽しんでいきましょうね、はい、まずは1曲聴いてもらいましょうか。先月7月6日にリリースした俺たちサチモスのサード EP ミントコンディションから、ミント。聞いてもらったのは俺たちサチモスが7月6日にリリースしたサード EP ミントコンディションからミントでした。番組を聞いてくださっている皆さん、改めましてこんばんは。横浜と湘南、茅ヶ崎をベースに活動するサチモスのボーカルヨンスとキーボードのたい平です。さっきも少し紹介しましたが、この番組東海ラジオ蔦屋ライフスタイルミュージック929は、ラジオを聴いてくれているそこのあなたのライフスタイルをいつもより楽しくするために、各曜日の DJ がセレクトしたいろいろなタイプの音楽をお届けしていくミュージックプログラムです。ですはい、じゃあちょっとメッセージをね、ちょっと溜まってるので、バシ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 ちょっと紹介していきたいと思います。ラジオネーム、せんべい広島さん。は？せんべい広島さん。あ、はい、いいですか、せんべい広島さん。あ、わかりました。ツッコミどころじゃないですよ、すみませんね、失礼だから。ごめんなさい。失礼だ。ごめんなさい。こんばんは、いつも聞いてます。フジロックお疲れ様でした、はい。SNS でいっぱい皆さんが上げているのを見て楽しさ伝わってきました。サチモスの皆さんのフジロックトークが楽しすぎて、来年フジロックに行くためにフジロック貯金始めました。いいことだ。おお、まだまだフェスたくさんあるので体調に気をつけて頑張ってください。ワイルドバンチ楽しみにしてます。最善でいい波見せますよ。おお、いいね、楽しみだ、ね。ありがとうございます。続いて広島県まんじゅうさん。は？だから、うん、ラジオネームだから。ああ、うん、失礼だから。え、ちょっと待って、うん、さっきの方が、うん、せんべいさん。せんべいさん、うん、今回はまんじゅうさん。同じ広島。広島。オッケー。さちもすの皆さん、こんばんは。毎週とっても楽しみにしてます。フジロックお疲れ様でした。3日間皆さんの SNS が楽しくて仕方ない様子伝わってきすぎて、来年何としても行かなくてはと思わされました。ですが今の私の仕事の立場的に土日を含め3連休も取ることは許されません。でも来年サチモスがグリーンステージにレベルアップしてくださるのなら、私も仕事でスキルアップして3連休もらえるように頑張りますね。まあ来年出れたら、まあこれはすごいことなんだけどね。ですな、なかなか2年連続でっていうのは聞いたことないから、ありませんから。まあ頑張りますよ、ね。行く気満々なので友達のせんべいとフジロック貯金始めました、うん、おいおいおい、そういうことか。おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。さっきの友達だったの、うん、いいね。ちょっとね、まんじゅうさん、うん、まんじゅうとせんべい、まんじゅうとせんべい、うん、もみじまんじゅうと鹿せんべいってことかな。そうなるね。広島だと読めたぞ、もう。でフジロック貯金1日500円だそうなので、まあ365日500円かける500でしょ。150万大金だよこれ。150万、180万ぐらい。180万ぐらいですか。え、嘘、15万じゃない。え、15万、嘘。あれ、まあ、分かんないけど、まあでもなかなかな金額貯まるでしょ。なかなかな金額貯まる ね。来年のフジロックまでにたくさんいろんな音楽を知りたいので、うん、サチモスの皆さん、これからもいろいろ教えてください、うん、ね。来年の予想とかもまたフジロックの楽しいところでございますからね。ございますよ、これもね、皆さん期待していいんじゃないでしょうかね、はいはいはい。ヘッドライナー一体誰なのか。お、182万500円。182,500円です。あてあのやべえ、
くそ。大丈夫大丈夫、あの難しいの知ってる。あ、本当に、うん、これはね、算数ってちょっと難しいよね。そうそうそう、だってゼロ1個ぐらい空目するもんね、余裕で ね、うん、5本。あ、俺もやろっかな、500円玉貯金。あ、今日1、そしたらさ、来年のフジロックで18万使えるんでしょ。今日1日500円貯めて1年間で18万しか貯まんないのか、うん、でも来年のフジロックで18万使えるんだよ、3日間で、うん、あ、まあチケット代とか込み考えたら、まあ、まあ、まあちょっと減るけど、そうだね、10万ぐらいは最低の使えるよ、うん。次行こう、はい、ラジオネームユーフォンさん、前回タイキングさんと CD ショップの行列の話されてましたが、私もフラゲビに買いに、ミントコンディションのフラゲビに買いに行ったらレジで30分並びました。それにしてもあんなのは初めてでびっくりでした、気づいてるとは思うんですが、ツアーのチケットが圧倒的に足りてません。でもめちゃくちゃいいライブしてるのに人入ってないとかだとそれはそれで悔しいので、これは嬉しい当然な現象なんだと無理やり納得させることにしました。これはね、難しい問題でございますよ。ですね、うん、でもねえ、まあ余るよりはいいんだけど、まあね、ただ見る人が余っちゃうっていうね、はぶれちゃう人が、そう、あぶれる人が多いっていうのもまたこれは由々しき事態だからさ、うんうん、これはね頑張ってもらうしかないんだよ。そうなんだよな、うん、けど俺ら結構ライブやってるからさ、そうそうそう、本当に頑張って見に来てくれ、うん、ごめんな、諦めずに、うん、頑張ってください。そう、ツアーミントコンディションのチケット一般発売が今月20日にもいよいよ、あと2週間ちょっと、8月20日から発売なのでね、ここでどうにかゲットしてください、うん、頑張ってください。もう頑張った人のもとにチケットっていうものはね、舞い込んできます、舞い込んできますから、あのそれはあれだよ、チケット取るのを頑張るとかじゃなくてね、普段の生活をちゃんと、そう、一日一善、お天道様に恥ずかしくない生活を送ってる人のもとに、そういうこと、サチモスのチケットを舞い込んでくると何様じゃ、そうそうそう得だから、まあまあ、そうだね、やっぱりね、うん、みんなね、ちゃんと仏様に感謝しようぜ。やっぱりこうね、こうお天道様にね、うん、こう顔を見せできる、そうだね、こう正しい道を歩んできたから、うん、今の自分たちがあるとね、いうことなんで、これを聞いてるねバンドマン諸君はなんかこう悪事に手を染めたりしないで、健康でね、健康でね、頑張ってほしい、うん、そうだ、頑張れね、そんな感じでね。まあ、あの今週もですね、先週に引き続いてあのフジロックの話なんかをね、いろいろしていこうかなと思ってるんですけども、ね、全然バリバリ引きずってますね、まだまだ。うん、もう8月入ったからさ、うん、もう梅雨なんてどんいよいよなくなったっていうね、感じでですね、もう本当に灼熱の日々が始まってしまいましたけどね。どんどん焼けてっちゃうもんね。なんかあのあれを知りたいんだな、夏バテ対策的な。あは。あのよく言うじゃん、蜂蜜レモンとかですか、うんうん、あの酸味のそうそうそうとかさ、うん、まあ、梅干しですか、うん、とかそういうのをちょっと知りたいね。そうね、うん、ちょっと倒れたくないからね、夏フェスとかで、うん、やだね、こればっかりはね気をつけないといけない、うん、俺は最近あのアイスの、うん、買ったね、氷の、うん、ああ氷のっていうんだ、あ氷のね、氷の、うん、あの、うん、ねあれね、うんうん、あれあれ古い言葉知ってるね。いや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 、僕あ、僕いや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 、そうですよ、氷のはそんなもん日本人なら常識ですよそんなのらしいですけどね皆さんも、あの難しい言葉教えてください。今日夏寝れない時、氷のをお股に挟んで寝るとすごい、うん、あやっぱね、あの寝れるよね、太い血管ね、うん、暑いともうあっちっちだから、うん、冷やして寝ないといけないですよ、ね、布団の冷たいところに次々あの足をこう移動させるだけでは体は冷えませんからね皆さん。そうでもさ、ほらクーラーとかだと朝さ喉痛いとかなるから、ね、乾燥がね、そうそうそう、だからちょっと気をつけたいので、うん、なんかおすすめのこう夏のこうなんて言ったらいいんだ、夏を快適に過ごすテクニックという、うん、体調を維持するテクニック、これをちょっと僕ぜひ知りたいので、僕も知りたいです ね、ちょっとだからメッセージをね、どしどし、夏どう過ごしたらいいかというメッセージ皆さんからお待ちしてます、ね、皆さんなりのあれがあるでしょうから、う、ね、できればしかもみんなやれるぐらいのやつ、ああラジオ聞いてる人もみんなやれるぐらいのやつ、ね、うんうん、いいね、まあ、早く寝るとかだと思うけど、それは、まあ、これを聞いてる人が早く寝るっていうのはもう矛盾が生じてるから、うんざらおかしい話だから、早く寝ない人向けのやつね。そうね、そう、比較的夜型人間、そうそうそう、向けの早く寝ない人向けのやつをじゃあぜひお願いしてます。まあちょっとそんな感じで、あの一曲じゃあ聞いてもらおうかな。オッケー。夏、夏って感じ。あ、そう、ね、逆に夏っていうの ね、もううるせえみたいなやつを、うんうん、じゃあ聞いてもらいたいと思います、はいはい、先月7月6日リリース、サーチモスのサード EP ミントコンディションからダンボ。
聞いてもらったのは俺たちサチモスが、先月7月6日にリリースしたサード EP ミントコンディションからダンボでした。ライフスタイルミュージック929。東京日比谷の東海ラジオ、東京スタジオからお届けしている水曜日のライフスタイルミュージック929。今夜はサチモスのボーカルヨンスとキーボードの私たい平の二人でお届けしております。すごいね、顔真っ赤になってたね一瞬。あのやっぱ覇気というか、はい、込み上げるパッションというか、はい、にじみ出る情熱というか、そうですか、熱い気持ちというか、そうですか、はい、頑張ってください。はい、そうですね。じゃあメール紹介していきます。はい、ラジオネームおでんまん。はい、ほらさっきの俺じゃないけど、うん、笑っちゃダメ。いや笑ってない、笑っちゃ失礼だよ今。ラジオネームだから。違う今、どうしました、喉がうっていった。あ、引っかかっただけ。ごめん、それは俺が誤解した、うん、マジごめん、悪かった、ごめん、悪い悪い、俺も笑ったね、うん、おでんまん、おでんまん21歳男性。はい、早速なのですがお二人に相談があります。どうぞ。僕は大学生なのですが、はい、同級生にとても美人な子がいます。おその子は年上の彼氏がおり、おまさに高嶺の花という感じです。おあー付き合いたい。この気持ちどうしたらいいでしょうか、アドバイスよろしくお願いしますとのことです。すごいね、やっぱさ、こう、うん、いつの時代もね、うん、年上の男に惹かれる女ってのはいるんだよ。いますね。で、特に、こう、なんて言うんだろうな、独立心が強い女というか、うん、なんて言ったらいいんだろうな、こう、私、ちょっと同世代興味持てないんだよね。わかる、わかる。上昇志向が強い。そうそうそう、そういうのかっていうのかな。女性の方はそう、特にそうですよね。そう、だから、やっぱどうしても、いるんだよ、一定数。いる。で、しかも大体、いい女の確率が高いんだよ。そうなんだよね。物事の考え方が大人なの。わかる。だから、大人、うん、年上と話が調子がいいんだよな。年上の男性と付き合う。うん。うん、だからね、おでんま、これはかなり、険しい道のりになるんだが、いや厳しい戦いになると思うけど、逆に俺、うん、お前にいいこと教えてやれるんだけど。お、何？そう、俺も聞きてよ普通に。おでんまんじゃなくて、あの逆にだよ、うん、そのほら、その子が年上と付き合ってるってことは、うん、お前は今後もっと年取った時に、うん、まだ若い年下の女と付き合える可能性があるってことだぞ。あ、もうこの子じゃなくてね。そう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 、今好きな子じゃなくて。おでんまん今21歳でしょ、うん、だから例えば、ね、もっとさ30とかなった時に、うん、同世代のもうおばはんになった人じゃなくて、うん、若い子と付き合える可能性があるってことだ。そうだね、年上の男性好きな女性が、年下の女性がね、女性が一定数いるっていうことは世の中に普遍的にね、うんうんうん、だからほら今、うん、今その柿食べる、うん、今その柿食べるって話。あー、なるほどね。まだ渋いんじゃないそれ、熟してないんじゃない、そ今その柿まだ渋いんじゃない。干し、一旦干して甘み凝縮した方がいいんじゃない。うん、っていう話だと思いますよ。なるほど、うん、っていうことです。だってほら、まだお前も男としてまだ渋いかもしれないだろ、21ってことはさ。そうだね、俺らだってまだだよ、うん、まだ24、5歳なんてさ、まだ全然青いバナナですよ、うん、ほら、だからおでんマンがもっとさ、おでんのつゆがどんどん継ぎ足されていくわけですよ、うんうん、代々ね、秘伝のタレが、そうです、そうです、秘伝のつゆが、そうやって人間は奥深くなっていくんです。30、40と、ね、その渋い柿が、ね、うん、いい甘、完熟の柿になった頃、うんうん、その柿に集まるのはどんな虫だ。なあ、ガじゃないかもな、なあ。そういう話ですよ。もっとピチピチのもうフレッシュな、それこそもう美しい蝶が集まってくるかもしれません。
リザーの皆さんお聞きの通り、うちのボーカル火がついたら止められませんのでね、はい、もうしばらくお付き合いください。まあ、高嶺の花に行ったっていいけど、はい、ダメだったとしても、はい、未来は開けてるぞ。そうだね、おでんまん頑張ってくれ、うん、でおでんまん気持ちはものすごいわかる、うん、ただそうなんだよな、俺はこの子がいいんだよな、そうけどこのパターンの戦いに俺は勝ったことがない、うん。お前夢も希望もないけど、いやあのね、あの本当に、うん、今彼氏がいるってことは、うん、そのなんかさ好きあらばさ、うん、同級生にしか話せないようなこともあるから、はいはいはい、 そこでなんかさこうつつこうとすんじゃん、うん、で日々にこう一旦釘をバッて入れて食いぶち込んだら日々がガンってなって、うん、来ねえかなってやつを、うん、過去何回か経験しましたけど、俺は勝ったことがない。勝ったことがないんだ。ない。うん。まあ、ちょっとこの案件はね、あの、リアルタイムでちょっと送ってきてほしいな、あ、そうね、経過を。うん。あの、うん、恥ずかしがらずに、おでんまんっていう名前、そのまま、ね。一回デートに行ってみてほしいね。あ、けど彼氏いるんだぜ。関係ねえ。行っちまえばいいのか。うん、だって、不倫じゃなるまいし。そっかそっか、うん、そうだね。大丈夫。デートだよね。そうそう、デートぐらい。最近同様ぐらいの感じで。そう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 。ご飯行って、お食事行きましょう。お食事行きましょう。お食事行きましょう。こんな感じですかね。ポケモン GO やってますかとか適当な話しながらね。そうそうそう、そんなもんでいいですよ。じゃあ次にメールいきますね。あ、これね、ちょっと時間が。うん、あ、バイヤーですか、うん、ちょっとまあメールはね、後ほどのコーナーでまた紹介していきたいと思いますけども。はいはいはい、まああの、フジロックの3日目。ええ。レッチリ見ました。我々見ました。はい、その後、ええ、クロージングアクトとしてね、グリーンステージに登場したのが、日本を代表する、ええ、素晴らしい、すごい、すんごい、すごいおじさまたち。おじさまたち。かっこいいおじさまたちでしたね。かわいいお茶目。かわいいお茶目で、うん、スケベで、うん。スケベで。あのね、俺はリップスライム先輩にこう通ずるものを感じた、ね。俺も通ずるものを感じた。元祖というか、うん、の流れを組んでる人たちが、やっぱ、後々どんどん現れてきてるんだなって、すごい実感したステージ、圧巻のステージでしたが、うんうん、すごいセットリストだったんだよね、多分。曲俺全然知らないんだけど、うん、知ってる曲、うん、今から流す知ってる曲聴けるまで1時間かかったから、うん、ただすごかった、うん、俺踊りすぎて死んじゃうのかと思ったもん。いや俺も本当にビール持ってたんだけど、うん、もう気がついたらなかったもんね。なんか全然飲んでねえのに。もうね、その、なんだろうね、ビート地獄。うん、天国なのかわからんが。深夜にね。うん、すごかった。あの時間にね、あんだけの観衆をね、沸かせられるというか、うん、あんだけのアッパーなテンション感まで持っていけるのは、もう彼らしかいなかったんじゃないかと。言っても過言ではないぐらいの。すごい完璧なブッキングだったなと、俺は思うんだけど。下手こいたらベストアクト説あるな。あるね、あるね、うん、あるね。ベストアクトに上げてる人も結構いると思う。うん。うん、まあ、ちょっと聞いてもらいましょう。これでね、はい、夜中の苗場の舞台をこう、みんな、こう、なんとなく想像してもらって聞いてもらいたい、うん。5万人ぐらいいたステージをみんな想像してくれ。うん、じゃあ聞いてもらいましょう。電気グルーヴでシャングリラ。聞いてもらったのは電気グルーヴのシャングリラでした。シャングリラ、シャングリラ。いやー、やべえ、思い出してぶち上がっちゃった。思い出しますね。うん、いやー、踊り狂ってたな、マジで。ね。なんかね、異様な光景に見えたんだよね。人間捨てて踊ってたよ。みんな。なんかもうさ、うん、俺結構後ろの方で見てたんだよ。あ、そうなの？そう。広いスペースを取って、うんうん、前の方とかさ、うん、色とりどりのなんか電飾みたいなのとかさ、うんうん、もうみんなもうパリピ化してたよね、うんうん、クラブかなんかかと思ったもん。俺手ぶらでその中にいた。もう最高だったな、電気グルーヴ。ちょっとなんかもう一回見たいなと思っちゃった、普通に、ね、うん、あんな可愛いお茶目なおじさん、素敵なおじさまたち。そうだね、うん、なんかね、やっぱなんだろうな、こうなんつったらいいんだろうね、一切こうさ譲ってない人たちだったね、うんうん、そうだね。でそういうさ、うん、俺やっぱヨンスもさっき言ってたけどさ、あのリップさん、リップスライムさんのやつを見た時も、はい、うん、やっぱこの電気グルーヴさんのやつ見た時も、うん、俺らもこういう年の取り方6人でしたいよねっていうことになりますよね。そうです、それなんです。まあでも、うん、
心配ないんじゃないですか。心配ないと思います。だって向いてないんだもん、なんか他のなんか他のパターンがね、感じ、うん、うん、無理なんだもん、うん、だって頑張ろうとしても、うん、うん、わあ、なんか俺らこう、わあ、いいなあっていう感じだよね。イエーイってやってたら、うん、イエーイ、このイエーイのまま気づいたら、うんうん、50歳みたいな。そうだね、うん、もうね、それしかできないと思う。そうかもね、そういう人間です、僕たちは。そうなんです、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあね、次は、次もね、うん、太平の選曲ね、うん、これまたフジロックに、はい、フジロックだけじゃないんだけどね、うん、まあいろいろと俺らのさ、ブロー・ヨア・マインドっていう、はい、最初の12月、去年の12月のね、主催イベントでね出ていただきました、はい、でソイル&ピンプセッションですね、はい、それ以来こう皆様こう優しくしてくれて、うんうんうん、グリーンルームであったりとか、うん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 、こういろんなフェスでお会いする機会があって、ね、そうで、うん、もうご挨拶させてもらっていろいろなんかお話しする中にありましたけど、うん、実は私ちっちゃい頃からエレクトーンやってまして、はいはいはい、これ確かね小2か小3ぐらいだったんだけど、の時にこのソイルのソイルさんのこの、ええ、今からかける曲、はいはいはい、カンコピしてたんですよ僕。あ、そうなんだ。PV をひたすらに見てマジでコピってた。なるほど、うん、っていうそんな思い出の一曲を、思い出の曲、ええ、はい、ぜひ聴いてもらいましょう、うん、ソイル&ピンプセッションズでサマーゴッデス。はい、っていうね、ね、これは何で、なんかエピソードとかあるんですか。俺あの、はい、エレクトーンやってらっしゃった方ならわかると思うんですけど、あのソイルさんとか、うん、あと熱帯ジャズ楽団とか、うんうんうん、あと東京スカパラダイスオーケストラとかのここら辺の皆さんって、うん、エレクトーンの界隈でもらっすすごい人気あるの。ああ、なるほど。超有名なの。やりたい人が多いんだ。幼稚園から知ってるの。エレクトーンやってる人は幼稚園から、あの、そのコンクールで、うん、俺が幼稚園とか小学校の時に、うん、当時の中学生とか高校生の人とかが、うん、こう弾いたりすんの。うんうん、で、わあ、あれかっけーってなって、はい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 、で、調べんの。もうスタンダードだね。そう。エレクトーン、日本エレクトーン界のスタンダードの、もう、もう代名詞と思っていいぐらいの。そうなんだ。そう、絶対知ってると思うよ、エレクトーンやってる人だったら。今ね試しにググってみたの、うん、サマーゴッテスってタイトル入れたら、うん、あのもう候補にサマーゴッテスエレクトーンって出てきたでしょうね。あのエレクトーン 5から39 の、うん、あのグレードのスコアがありますから。はい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 。へえ大人気だ。じゃあ大人気だね。もう当時から俺もさすがですね。ジョーセイさんのピアノ当時から好きすぎてめっちゃコピーしてたもんね。あ、うん、このソロ完璧に弾いてたもん俺、ね、耳で撮って当時あのまあソイルね、フジロック3日目のホワイトだったね、うん、確か、うん、グラスパーの前だったっけ。そうでしたね。俺そのグラスパー見て、うん、その後ちょっと散策しようと思って、うん、こう繰り出したんだよ、うん、そしたらあの一番最果てのカフェドパリスという、おちょっとおつな、ね、スポットで、うん、あのジョーセイさんと秋田ゴールドマンさん、うん、まあ、1回ねラジオ来てくれました、うん、秋田さんと、ドラムのみどりんさんの3人でやってるトリオジャズのね、うん、バンドでジャムっていうねバンドがたまたまカフェドパリスでやってて、おおと思って、なんかなんだろうこの小粋なジャズみたいな感じでふらふらとステージに吸い寄せられていったら、知ってる3人がステージにいて、おおびっくりしたみたいないたわみたいな。でそのジャムが終わった、うん、終わってホテルに戻ってきて、うん、飯食ってる3人と俺をお会いしました。あ本当、うん、あどうもこんにちはっつって。なるほどね。あのソイルさん、ソイルは見ましたみたいな、うんうん、いやジャムちょっと行けなかったっすっ て、うんうん、っつってた。俺逆パターンでね。そうだね、そうそう、逆パターンで、ね、会えなかったけどね、うん、ジャムだけ見れました。でその横で飯を食ってフーってなった社長さんが、うん、あのカマシワシントンに息をようと出かけていく姿をこう出撃してた。
社長さんちょっとちらほらお会いしたね、会場内でね。そうですね、うん、社長さん地元知見だ俺。あ、そうなんだ。そう、北陸の方。社長さん福井の方。あ、そうなんだ。そう、へえ。福、あ、福井といえば。そうなんですよね。あぶねえ、福井といえば、はい、お前うまいな。ラジオネームみっちょさん、はい、タチモスの皆さんこんばんは。毎週楽しみに聞いてます、ええ、ありがとう。フジロック大盛況で満員御礼のライブだったみたいですね、うんうん、そうです。 SNS でライブの様子を知り私も嬉しかったです。タチモのみんながその勝負のライブをしている中、ファンも決戦の金曜日、はい、決戦は金曜日ですけどね。決戦は金曜日ですね、はい、ツアーチケットの当落発表の日でした。おお、ほうほう。友達が外れたと一喜一憂している中、うん、なんと福井でのフェス出場のニュースが舞い込んできて、テンションがおかしくなるほど嬉しかったですと。よかった。体調崩さないように気をつけてくださいね、はい、とのことです。福井の日だけは体調万全でじゃあ行きます。あ、そうですね。これみっちょさんもしかしたら福井の方なのかな、か北陸の方なのかな。まあ、北陸の方なんでしょうね、うん、少なくとも。あんたも気をつけてこられか。なんつった今。富山弁ですね。はいはいはい、あなたさん、あんたも、あんたも気をつけて、気をつけて。おいでなさいよ。おいでなさいっていうことです。はいはい、ね、そうしてください。はい。まあそんな感じでですね。うん。いろいろ聞いてもらったんですけど、まあさすがにフジロックの王を引いた選曲はね、この日までにしたいところなんですけど、うん、どうなるか分かりません。分かんねえや。僕たちはもう止まりません。うん、どこまででも行く。うん、もうだって来年行く気満々だもんね。ね、絶対行くもんね。どうは、なんか出るか出ないかとか、どうは、うん。うん。あの、なんかライブ入りそうってなったら、うん、申し訳ないけど、お断りする可能性が。怪我する。うん、怪我する。あ、怪我？怪我する。4つ怪我で行く。うん、いや俺、手やばいから、うん、俺あれするわ。あの、3日前のカレーとか食うわ。ああ、腹ね、うん。うん、腹で行くわ。腹行く。うん、オッケーオッケー。オッケーオッケー。怪我か風邪行くわ。そうしよう。うん、もうそうするしかねえ。そうするしかないな。最低なことを今言ってるんだけどね。このラジオブースの奥にあの現場マネージャーが今いるんだけど、うん、ものすごい顔でこっち見せたいな。まあでもそんなことないよ、大丈夫大丈夫、そこは大丈夫。そこはそうだと思うよ、そりゃ。まあそうだね、うん、けどこっちはこっちこっちはこっちはこっちだからね。そう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 、うん、イプチミュージックラバーとして言ってるからね、うん、別にその今はプロとかそういう世界の話じゃない。そうだよ、そうだよ、そうそうそう。何言ってんだ。俺らは音楽が好きなんだ。そう、っていうことだ。そういうこと。分かったか。だからこう音楽好きなら行かなきゃいけないから。そうだね。うん。だけどみんな行きたいっしょ。みんなでまた行きましょうよ。そう、行きましょう、行きましょう。そういうことですよ。音楽をもっと好きでいるために行くんだから。毎年一回ある。今いいこと言ったわ、もう。めっちゃいいこと言った。うん、もう今日の放送これでおしまい。そういうこと。はい、まあというわけでね、まあ、改めて2曲聴いてもらいましたが、電気グループシャングリラと、ソイル&ピンプセッションズでサマーゴッテスでした。ライフスタイルミュージック929。日比谷公園っていいポケモン捕まるらしいよ。東京日比谷の東海ラジオ、東京スタジオからお届けしている水曜日のライフスタイルミュージック929。今夜はサチモスのボーカルヨンスとキーボードの大変の二人でお届けしています。ねえ、何苗場からね、うん、帰ってきた日に、何何地元の友達に、うん、あのちょっと江ノ島行かないって、君まさかまさかね、電話がね、うんうん、江ノ島行かないって電話かかってきて、うんうん、何急にどうしたのみたいな、うんうんうん、でその道中車ショー、その道中古着屋寄ってくれるんだったらいいよっつって、俺もちょっとね、うんうん、そこは交渉の条件として、うん、提示して、うん、で古着屋寄る、いやいいよってなったから、うん、まあ、うちの前で車止めてもらって、うん、拾ってもらってやったら、まあ、地元の本当に中学から一緒のやつ、小学校から一緒のやつ、3人いて、俺みたいな、お前らもいたんだみたいな感じで合流して、何しに行くの江ノ島みたいな。え、なんか、ラプラス出るんだって、みたいな。あの、ポケモンのキャラクターね、これね。うん、知ってる、知ってる。ラプラス出るんだって、うん、って言われて。俺好きだったもん。はぁってなって。うん、そりゃそうだね。どうだよ。その当時の様子は俺と一緒のテンション、ね。そう。はぁっていう。で、まぁ、あ、ね、今、巷を騒がしてる、あの、ポケモン GO というアプリの話なんですけども、これからするのは、うんうん。あの、ラプラスが出るという情報を奴ら掴んだらしくてね。ええ、で、まぁ、あ、俺もなんか知んないけど、巻き込まれて連れて行かれることになったんだけど、うん、逆に、多分あいつらは、うん、もうその時点で俺がもうやってる前提での話だったから、お前も行くでしょ、みたいな。ラプラス出るんだしっていう
テーだったんだけど。テンションだったんだ。そうそう。俺まだ全然その時、うん、波をつかめてなくて。また迷惑な話なんだそれ。なんだこれはみたいな。うん、で、まあ、ポケモンねみたいな、ゴーねみたいな。うん、あ、まあ、なるほどねみたいな。じゃあちょっと俺落とすわっつって。うん、俺そこはノリいい男だから、うん、基本的に、うん。落としてみたら、うん、まあハマっちゃったね。ね、今日もちょっと。ね、終わった後今日さ、さっき俺に向かってさ、うん、カメラをカシャってからさ、何何いきなり俺の写真撮るの何、うん、どうしたっつったらさ、あれでしょ、俺のここにニョロモがいたんでしょ、うん、ニョロモ、ニョロこれもねポケモン知らない人はすみませんね。まあちょっと今やってます。え、まあ、あの本当にあれですよ、いろんな意味で支障が出ない程度ですよ、もちろん。そうですね、そうそうそう、支障出ちゃってる人いるから、うん、それダメです。そうそう、それよくない、うん、それはよくない、うん、まあそんな感じで、あの、うん、ここにあれ出ましたとかね、そういうメッセージお待ちしてます。あ、それあの番組じゃない方に送ってもらってもいいですか。あのヨンスに直であのラジオ聞いてくれて皆さんからね、私の質問を話してほしいこと、聞いてみたい音楽へのリクエストなんでもいいのでメール送ってください。アドレスは scm@tokairadio.co.jp scm@tokairadio.co.jp までお待ちしております。いや、ね、先月ね、俺たちはサード EP ミントコンディションリリースいたしました。この EP の感想もお待ちしてますよ。そしてこの秋、東名阪巡るツアーミントコンディション始まります。10月16日日曜、週をまたいで21日金曜日、大阪梅田クラブクワトロで2日間開催です。そして10月22日土曜日、名古屋今池ボトムライン、こちらいい会場ですよ、うん、今池ボトムライン大好きな箱です、うんうん、そして10月28日金曜日、29日土曜日、東京恵比寿リキッドルームにて 2days、うん、そして、チケットがですね、うん、今月8月20日に発売開始となっておりますので、うん、逃さない、うん、ツアーミントコンディションのチケットが8月20日に発売開始なんですが、うん、直近でね、8月11日にチケット発売になるライブが1本あって、これはもう皆さんよだれ垂らして待ってるやつだと思うんですけど、9月8日渋谷 WWWX にてオリジナルラブとサチモスのツーマンライブ決まってますね、うん、そのチケットが8月11日チケット発売なんです、うん、だからこれを逃すともうこの世紀のね、うん、共演、うん、これを見逃すということになってしまいますから、うん、皆さんぜひぜひチェックお願いしますよ、うんうんうん、その他ね、9月入ってからもいろいろフェスがありますので、うんうんうん、見逃しなく皆さんホームページをチェックしてください。よろしくお願いします、うんうんね、うん、じゃあちょっとこの限られた時間を使いメールをヨンちゃん読みたいと思います。ヨンちゃん頼んだん、これはなかなかの戦いになるぞ、うんうん、初めまして、初めてメールします。もちもちのみ、ラジオネームもちもちのみさん、はい、26歳会社員、はい、最近気になっている男性からサチモス教えてもらって、そこからドハマり、知ってから1ヶ月で生のライブ見に行きました。ありがとうございます。その気になっている男性とはあまりうまくいっていません。失恋をしてから1年、久しぶりにビビッときて勇気を振り絞ってご飯に誘ってみたりプッシュしてますが、なかなかうまくいきません、うんうん、サチモスの皆さんは女性からアプローチされると嬉しいですが、そういう時はどういう対応をしますか。読んでいただけると嬉しいです、お願いします。嬉しいですよね、もちろん。それはドキドキしますよ。嬉しいんですが、それはドキドキしますよ。ほら、この男性っていうのがそのお相手がいる方なのかどうなのかっていうところがちょっとまず調べよう、この文章からは判断できないので、うん、ぜひもちもちのみさんにね、いろんな交友関係を使ってこうリサーチしてもらって、まずその男性の周りの情報をこう洗い出していった方がいいっていうのと、で逆に相手がいようがいまいが、うん、あなたが磨かれた女性であればね、そりゃなびく男多いですよね。男なんてそんなもんだ。そうです、ああ男なんて外堀埋めたらそんなもん、そう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 、速攻で落とせます。すぐなびくんだから、ええ、男っていうのは、ええ、本当に。だからまあそこはそのなかなかうまくいかないっつってさ、こう諦めずに、そうそうそう、しょげてないで、うん、ガツガツアプローチしてみたらいいんじゃないですか。そのご飯に誘ってみるっていうのをなんかプッシュしてみててなかなかうまくいきませんっていうのは、これどういうことなんだろう。こうあんまりリアクションが薄いのかな、ちょっとこの日は予定がとか、そういうことなのかな。じゃあ男性の方が、うん、あのいわゆるあの男あるある、たまにいる男あるある、鈍感、うん、ああ鈍感ね、うん、まあ鈍感パターンか、うん、あと俺両思いだからこその、ああなんか絶妙な距離感、テレの距離感パターン、うんうん、とかもまあもしかしたらあるかもね、うん、ほら装飾系みたいな、ね、あり得る期待ですから、うん、男性ね、今若い男性、俺らぐらいの年の人はよく言われてますけど、うん、まあ肉食っていこうぜ。そうそう、だから肉食ってった方がいいですよっていう話をしましょう、うん、そうですね。まあちょっとこれもね、続報を待つって感じだったね。いろいろもうちょっとこう前後の関係をもっと洗い出してから、あの家系図をちゃんと、そうそうそう、あの報告してください、改めて送ってくれたらいいなと思います、はい、じゃあまあそんな曲を1曲聴いてもらいたいなと思います。サチモスでフェイス。
聞いてもらったのは俺たちサチモスのセカンド EP ラブ&バイスからフェイスでした。ライフスタイルミュージック929ライフスタイルミュージック929いかがでしたかね。本日のライフスタイルミュージック929ここまでお届けしてきましたけれども、ヨンス君どうでしたか。楽しかったです。あ、本当ですか。はい、またスタジオ遊びに来てね。また来たいです。うん、お願いします。ラジオ好き。ラジオ大好きです。あ、本当に。はい、芸人さんのラジオが好きです。あ、芸人さんのラジオ、ね。はい。そこそこ。じゃあ今日本当にあれだ、遊びに来てくれて本当ありがとうね。はい、楽しかったです。 ごめんね本当なんかいろいろ芸人さんじゃなくて俺。いや、すごい楽しかったです。あ、本当に。はい、あ、本当ありがとうございます。うん、ありがとうございました。はい、こちらこそね。頑張ります。くそ、俺の負けだわ。ね、番組ではね、こんな時にぴったりの曲を流してほしいといった俺たちへの選曲のリクエスト、番組ライブの感想、そしてサード EP ミントコンディション、感想などね、何でも OK なのでメール送ってください。はい、番組のアドレスは sgm@tokairadio.co.jp sgm@tokairadio.co.jp まで。その通り、ありがとうよ。ね、送ってください。あの、ちょっとあの、うん、メール何件かさ、あの、さっきのもちもちのみさんをね、あ、はい、あの男性にアプローチしてるんですけど、みたいなとか、あと、なんだっけ、もう一通読んださ、あの、おでんまん。あ、おでんまん、おでんまん。おでんまんのさ、あれとか。おでんまんは ね、すごい。切なくなるよね。そうそう、もう、だから、ラジオネームからして、こいつは絶対にいいやつだってことは、なんとなくわかるんだが。うん、ちょっと続報待ってるよ。うん。あの、いろいろ聞かせてよ、俺たちに。そうだね。どうなったのか。うん、君たちの恋路が。うん、俺らもね、一人の人間としてさ、うん、いろいろ経験してきてるけど、うん、まだ、言えることもね、人並みにさ、うん、浅いからね。そうそう、だから、こう、いろんな人の話聞いてさ、うん、俺らも勉強したいし、うん、逆に俺らの経験したことからみんなにいいアドバイスできるかもしれないから、うんうん、だから、お前らどうなったかさ、うん、言ってくれよ。ね。で、今、また別の問題が、出ちゃいましたみたいな。ああ、きっとあるか。いいね、いいね、いいね。ね。そういうのもどんどん送ってくれたら、うん、俺らが何かしら手を貸せるかもしれないからね。だってさ、このおでんまんさんとか、おでんまんとか特にさ、来週のワンピースどうなっちまうんだよぐらいのさ、うん、レベルで俺気になるんだけど、結構。まあ、それもさ、うん、こうやってラジオだからこそこうやってやりとりできるわけ。そうだね。これがまたテレビとは違うところですよ。このラジオというメディアの面白いところ。うまい。ね。いいこと言うね。メッセージをバシバシ送ってさ、やりとりしようぜ、うん、俺たちと。ね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まあ、これ聞いてる他のね、なんか、もっと恋愛じゃなくたっていいんだから。ね。いろんな悩み事とかあったら送ってくださいよ。うん、ね。というわけで、今夜のライフスタイルミュージック929は、サチモスのボーカルヨンスと、キーボードの大平の二人でお届けしました。聞いてくれたブラザー&シスター、ありがとう。また来週。バイバイ。バイバイ。